台風19号にかかります、東京都災害対策本部会議を開催をいたします。まず被害状況ですが、建物等の被害につきましては世田谷区の多摩川付近、それから八王子市の方で家屋に土砂が流入した、あと長沼町、宮下町で床上、床下浸水等、あとそこに記載しております五湖、市町で床下浸水等が発生をしております。では八王子まで街路樹の倒木と、あと一部土砂崩れ、式根島では全域で断水をしているという状況です。5時の時点で避難所数としては右下になりますが1060箇所、避難者としては8万397人が避難をしているという状況です。消防活動体制については消防職員より消防団員を参集させ、消防職員1万2000名、消防団員1万1000名の体制で対応しております。浸水区域の状況ですが、水は引き始めておりますけれども、住宅が浸水している様子が分かるかと思います。この時点で3点、指示を行いたいと思います。まず1点目でありますが、引き続き被害状況の早期の把握に努めてください。2点目に、都内区市町村の支援ニーズの把握に努め、そして的確に対応を行ってください。3点目は、今回の台風では関東地方だけでなく、今もですね、長野県や東北地方においても大きな被害が発生をしている状況が見受けられております。で、他県での被害状況の収集も的確に行っていただいて、広域的な連携のもとで速やかな必要な支援を行えるように準備していただきたい。もうすでに、福島県から要請がございまして、警視庁、東京消防庁のヘリが救出救助に向かったところであります。台風19号のさまざまな対応、引き続きよろしくお願いをいたします。